はい、えー、どうも皆さんおはようございますえ。今日は3月7日の朝8時58分に収録しています。え今日もナスダック100の分析と予想をやっていきましょう。え昨夜はですね、まあ、一言で言うと前戻しでした。はい、このようなね、えー、上げと下げがありました。これ5分足ですね。で、えー、まあこれをもとにですね、今後の値動きを予想させていただきたいと思います。えっ、ー、とね、ちょっと日足で、えー、このように拡大しますとですね、 これ今、現物のナスダックの冷やしなんですが、まあ、一週間ぐらい前ですかね、まあ、ダイヤモンドフォーメーション、まあ、下に抜けるか、みたいな話をしていて、結局ね、下に抜けて、その後200日 MA で跳ね返されて、このように、木金と上昇してきました。で、非常にこれがね、窓開けでぴょんぴょんってこう強かったんで、どんどんこう行くのかという意見もえかなりありましたが、昨日のこの冷やしですね、 え、ご覧いただくと、上髭の長い陰線となっております。はい。で、私が先週ね、まあ、いろんなあの、シナリオ、いろんなパターンのシナリオを申し上げて、まあ、それはね、いろいろシナリオを言えばね、そのうちのどれかは、ま、該当してもおかしくないな、ということで、まあ、そこを振り返るとですね、ここの窓ですね、2月16日と17の、ここの隙間があるんですよ。ここのギャップを、えー、昨夜、 このように上ヒゲで埋めに行ったと、はい言ったことがまず一つ考えられますあとですね現物のこれね US100 とか先物の,のチャートではこのように結べないんですけどこのようにですね1本のちょっとここ離れているんで引き方によってはこんな感じでまヒ、あ、ゲが突き出たりとかするんですけどね ヒゲで結ぶと、まあ、こんな感じでね、切り揃うような形、右肩下がりの、このようなネックラインみたいなものも意識されて、その5個売られてきたと、はい、いうのもありますし。で、あとですね、えー、っと、冷やしレベルで、ジグザグとちょっとやってみましょう。細かくやっていくとですね、こんな感じで、ジグザグと。こう来て、こう来て、こう来て、来て8、9。 はい、こんな感じですね。このように下ってきましたと。ね、これ冷やしでね。で、直近の高値、こういった高値ですね。こういった高値、よいしょ。これを、この木金で上抜いたんですね。で、私が意識しているこの緑のライン。ね、ここの上にも行ったわけですよ。 これが金曜日ですね。ですので、まあ、この後上昇していく可能性が非常に高いということで、上のシナリオをね、まあ、いくつかパターン出させていただきました。はい。で、そうしましたらですね、昨日、まあ、より月後はですね、力強く急騰したんですが、その後、結局、1時過ぎぐらいからですね、私寝てるときにですね、まあ、売られて、で、私がもうライブやった頃にはですね、かなり、あの、下がってきていると。 と、はい、いうことで、まあ、結果的にこういう上ヒゲインで引けてくれましたと、はい、いうことです。で、えー、今日のイベントなんですけどパウエルさんの発言が12時だったかな、はい、に、えー、議会証言ですかね上院と下院で2日間に分かれて今日と明日と2日間ねパウエルさんが話すわけですよね。でここで、まあ、何かしらの まあ株にとっては下げ材料となるような発言がありでそこで株価がやはり落ちていくんじゃないかなというふうに思っておりますですのでそのパウエルさんの発言があるまでに22時半に ADP 雇用統計でしたっけそういった指標もありますのでそこまでにですねひょっとしたらこういう上ヒゲをもう一遍試しに行くと。 はい、この高値を抜かないような上ひげ、まあ、もしくはね、この斜めライン、この赤の斜めライン、ね、皆さんも引いてみてくださいね。ここを上抜かないような上ヒゲを作り、でその後、結局、ADP 雇用統計なり、パウエルさんの発言により、今夜で、そして明日落ちていくと、はいえ。どこまで落ちていくのかっていうとですね、ここもですね、やはりね、窓を開けてこう、木、金と、えー、上昇してきてるんですよ。ここわずかにね 窓開いてると。まあ、ここはあんまり無視できるようなレベルかとは思うんですけど、ただね、窓開けで急騰する局面というのがですね、昨年もやはり似たようなものがありまして、ぴょんぴょんぴょんってね、窓開けてる。それぞれ窓開けてるで。その後何が待っていたかというと、窓を何日間か開けて下落なり、急騰するとですね、その後相場の転換になり、 ね、大きくその窓を埋めに行くかのごとく全戻しするっていうね、えー、そういう展開が待っていますなの,なので、えー、買い方の方はですねそういったことも、えー、警戒なさるといいんじゃないかなっていうふうに思いますはい、えー、ですのでまあ窓を、えー、ここ埋めに行くようなレベルでありあとですね突き足なんかで見るとですねここここ突き足ご覧くださいこのレベル 12066あたりこのあたりってすごく水平ベースで切り揃ってるでしょここここねあの抵抗があるんでですのでどこまで落とすのかっていうと週末までに12063あたりはいこの辺までそのパウエルさんの発言なりで落としていくんじゃないかなっていうふうに思っています。 でその後、ここで今度はね、反発し、12060もしくは12000あたりでまた反発し、そのタイミングが何かっていうと、雇用統計ですね。3月10日の10時半にある雇用統計で反発し、 まあその雇用統計の内容がいや上はないだろうとかいや下だろうとかいろいろそこは分かれるところだと思うんで私はねそういうあの指標でどう触れるかっていう考察についてはあのもうあくまでねチャートで考察してるんでそこはねあのご了承くださいうんやはりね一方向に下げていくっていう展開はなかなかやっぱないのかなってはい下がったらやっぱりちょっと戻してでその後 まあ、その、白黒はっきりさせるのは、この CPI だと思っています。CPI で、やはり下に行くと。はい。いう形で、下落していくんじゃないかな、というふうに思っております。はい。まあ、あくまで願望ではありますが、この後ね、この斜めの赤いライン、ここを、まあ、やはりこの上髭の陰線を信じて上抜かない。ね。今日、多少上がってもですね、12,400ちょいとか。 500600っていかないことを願ってですね今日のパウエルさん発言を待ちたいと思います。はい、で対局をねちょっとねこのように引いてご覧いただくとですね夏の相場と現在の相場っていうのはねまあ違うようで案外共通点がありましてそれは何かというとこの赤丸直近の高値をこのように夏のラリーで上抜いてね 上抜いて、この後上に行くというふうに見せかけておいて、水平レベル、このね、水色のこの水平ラインあるじゃないですか。ここを上抜くことによって、買い方がすごく強気になるし、この後上昇するだろうというふうに思うわけですね。ですが、結局このように売られていくと。はい。ここちょっとね、クローズアップして見てみると、 ここ最近で言われるダブルボトム。これはダブルボトムじゃないですけどね。ダブルボトムからのネックライン上抜けで、その後、戻しがあってで、ここでデジサポ転換して上昇していく。つまり、このように上昇していくように見せかけておいて、そこで買わせておいて結局落とされるという展開ですね。 これとね、非常にこう、似たような形。もともとね、私ね、こういう形で、水平ライン、上抜けの斜めベースで逆三尊を作り、否定していくということをずっと、あの、以前から申し上げています。これ、この、まあ、私の考え方はずっとブレてないんですけどね。で、えっと、まあ、今回もですね、この水平ライン、この水色、直近高値、 まあこことかこことかこの辺に直近高値がありそれをですね先月の2月1日の FOMC で上抜けで高値ゾーンに突入しこの水色ラインの上にいるんだから今後どんどん上がっていくもしくは押し目を作ってもその後レジサポ転換して NG で上がっていく。 こんな感じで N 字で上がっていくという風に見せかけておいてねこの見せかけるっていうのがね非常にねあのこの巧みだなっていう風にいつも思うんですけどねはい上抜けトラップとかねはいまあ本当にねまトラップだらけだなっていう風に思うわけですよはいですのでこの夏の相場をぜひね思い出していただきたいなっていう風に思いますはいこのようにちょっと引いてみますと見えますかね。 はい、上抜けてから高値圏でダブルトップを形成しでその後、ね、一旦落ちるんですが200日 MA で跳ね返されてまた、えー、私の予想ど、ね、おりでいけばダブルトップここと同じようなダブルトップを形成して結局落ちていくと、はい、でここも結局反発して落ちましたよねここで反発して落ちましたとで落ちた後どうなるのかっていうと落ちた後はですね、えー、まあここですね この動き。この動き。これが、ここで言うところの、これですね。お分かりでしょうか。こういう動きが今後、FOMC 前後で上昇、でそして下落。 みたいな動きがあるんじゃないかなっていうふうに思います。ですので、CPI 通過して、で、まあ、上振れしていて、で、仮にそれで下落したとしましょう。で、そうした時にですね、目指すのは、まず200日 MA、11,900、800。このあたりの分厚い壁をブレイクし、どこ目指すかって言ったら、私の予想では11,200近辺ですかね。 この辺りを目指していくんじゃないかなって思います。SP500 でいうと200周移動平均線あたりですかね。そこまで行って、一旦跳ね返り、FOMC 近辺で、また上下し、ね、アップ、ダウンで落ちていくと。で、そして晴れてですね、年初の安値に到達するんじゃないかなっていうふうに思っています。はい。ですので、下落の このパターンっていうのはですね、ちょっと形をアレンジしつつ、どんどんね、なんていうのかな、こう読みにくくなっている。非常にこう、トラップがね、トラップの難易度が上がってきている。この時はね、春の、昨年の春の相場は水平ベースで、えー、このように逆三尊を作り、きれいに短期間で否定して、えー、落ちてきましたと、ねで。2回目は、このね、まあ、要は水平ベースを上抜く。 春は上抜か上抜かなかったんですよ。だけど夏の相場はこの水平ベースを上抜いて上に行くって思わせておいてで落ちましたと。はい、で今回はですね非常にこう難易度が高くてこう2つのフェーズに分かるんですよね。この秋冬のこのラリーここでもう上昇のフェーズ終わりかなと思いきやもう一発来たわけですよ。ね この上昇自体が不完全燃焼でこの夏のラリーのようにこう上がるかなって思いきや半分半分でわかりますね。こんだけ夏のラリーでは上がったわけじゃないですか。だけどね、この秋冬のラリーっていうのは、ほら、半分、半分だけ上昇して落ちて、ね。二分割で二回に分けてこのように 上昇を食らわせると。期間はすごく長くなりますね。本当それこそ半年間ずっと横横みたいな、はい、形になり。で、まあ、チャートパターン的には、ダブルボトムを上抜けて、で、デジサポ転換で上昇みたいなね。非常にね、あの、強い買いの期待を持たせるようなレンジ期間であり、ダブルボトムであり、で、そのダブルボトムネックラインの上抜けであり、 でそして、レジサポ転換と思われるような200日 MA での反発。はい。えというふうに思わせる、ね。思わせるんですね。この夏よりも難易度が高いですよね。皆さんもそう思いませんか本当にね、夏はね、結構すんなり落ちてくれたんですけど、えー、今回はですね、まあ、非常に手が込んでいる。はい。ダブルトップですね、まずね。ダブルトップちょっと作っていきましょうか。ここが一発目。 ダブルトップで落ちるあもうこれで下だっていう風に思わせておいてからのもう一発ここでね私の予想通りになればですよこのようにダブルトップを作ってで落ちていくと、はい、これねチャートパターン的にはですね何かっていうとこれは逆算損なんですよね右肩の下がった逆算損を否定していく形になります逆に CPI で インフレが鈍化され数値が低下して株価が上がるんであればこの斜めの右肩下がりの赤いラインこれを上抜けることになりますんでこういった上がり方をすると、はい、いうことなんですよねですのであくまで迷いのチャートパターンを作り上にも下にも行けるような形を作るんですがまあただね私がやはり信じているのは今までのね過去の暴落パターンとか あと昨年のナスダック含めた SP500 とかね、そういうまあチャートを見ているとですね、やはりまあこのように上抜けて、上に行くように見せかけてみたいな、そういうのがね、すごく多いと。あとそもそもね、長期のトレンドライン、これ SP500 も同じですが、つまりね、その規則、ここを上抜けることはありませんよって、SP500 でもそうでしたね。 ここの、えー、下落トレンドのトレンドラインね、1本の斜めのトレンドライン、これを上抜けることはありませんという規則をまず作っておいて、ね、それをしっかりまず守っておいて、で最後の最後で、ね、奥の手でそれをこう上抜いて騙してあの破ってくると、規則を破ってくる。ねはい、最後にこう、まあ、つまりね、その 規則というのは、破る。最終的に破って、で、引っ掛けとする。みたいな。はい。そのニュアンス伝わりますでしょうか規則を作っておいて、それをルール通りに。で、そしたらさ、必ずここで反発するし、ここで跳ね返るっていうふうに思いますよね。ここで跳ね返るって思いますよね。はい。だけど、そこをね、そのルールを破ることによって、あ、なんだ上なんだって。今回だけは違うよって。 うん、今回いつもと違うって。初めて上抜けた。SP500 もね、うん。まず上抜けないだろうって。ここでショート張りゃいいじゃんって思ってたけど、そういった人たちはやられてしまうよね。はい。で、上抜けておいてから、でも結局、このようにチャートを引いてみるとですね、斜めベースで水平を上抜き、斜めを規定して。 あの先日もちょっと申し上げたんですけどチャートを見る時に、まあ、このトレンドラインはまあ斜めですけどあの水平のこういうね水色とか赤とか緑水平線で見る方が非常に多いです。はいまあ、確かにね水平線っていうのは再現性が高くて斜めっていうのはいろんな引き方ができるんでね なので、多くの方々の目線が一致しにくいし、水平はもう絶対的というか、水平は水平だからね。なので、まあ水平線は、まあそういう意味では、あの信頼性の高い、ええ、まあこのチャートのね、分析の、まあ線の引き方なんですけど。だけどそこを上抜いてくるということは、ある意味ね、で、その後結局落ちていくということは、まあ欺かれたっていうことになるんですね。ここがトラップだったんだなってことに。 なるわけですよ。はい。まさにね、それをこう、ついてくるような、斜めの長期のトレンドライン上抜け、水平ベースのここのね、意識される、ジグザグのレンジの上限、レジスタンスを上抜け、ね、ぴょこんって上抜けておいてから、でも、前回の規則に倣って、この斜めの紫色のね、ここの逆三層を否定していく。で、これもね、まあ、逆三層のような形で否定して落ちていくと。 はい、えいう形で、まあ、この下落でいくとですねこんな感じで下落していくのであればえっ、ー、と線をこのようにこっちにこう適用するとですねそうですねまあ目先やっぱり9,000まあ5600付近までは。 最低でも落ちていくんじゃないかな。まあ1万ポイント割れて9 5 0 0ポイントぐらいまでは。またそこはね、下落の勢いとか時期とか、そういうのを見ながらですね、判断していかなくちゃいけないとは思うんですけどね。はい。そのように考えております。ですので、まあ、あの、非常にこう、イレギュラーでもうね、電磁ブレイクして上昇、底打ちっていうふうに、そういうふうに思わせるのがね、こういうチャートのパターンなんで。 はい。なので、まあ、チャートをいろいろ深く考察すると、非常にね、こう、騙しに満ちているなっていうことをね、あの、私はいつも感じております。で、その、まあ、リズム、一定の規則に従って、やっぱり落ちていくんだよということ。まあ、えー、これを私の、まあ、下目線の根拠として、今後も見ていきたいと思います。まあ、まずはですね、目先、まあ、本日のパウエルさん発言で、この斜めライン、ね、上抜いていくのかどうか、 はい。で、直近の高値、ここにありますけど、これ上抜くとですね、またシナリオが変わってくるんですよね。直近の高値、これいくつかというと、12,880ですね。はい。ただ、まあ、あの、そういう上目線は、今のところ、まあ、あの、警戒はしつつも、でも今はそういうふうには思っていなくて、その理由として、やはり上髭の因線であり、えー、まあ、逆三存をこう、意識させておいて、上にも下にも行けるようにして CPI で、 で、どっちかに降ると。まあ、私は下って予想していますけど。はい。ですので、まあ、今日、明日、で、週末にかけての値、ね、動きというのは、やはり、上髭は作るものの、落ちていき、その後、小反発があって落ちていくと。はい。そのような予想とさせていただきたいと思います。はい。あくまで私のね、下目線、この後下落していくよということを、 前提ベースとした予想に過ぎませんのでね、はい、個人の見解ですので、皆様ね、こういった情報を聞いた上で、皆さんご自身で検証して、売買判断ね、なさってください。はい、それでは本日は以上になります。ありがとうございました。